こんにちは、岩間よい子です。今日は、iPhone 16 Pro Max! こちらを開封していこうと思います。こちらは2024年9月20日発売の新しい iPhone です。同時に発売された iPhone 16 Pro 普通サイズの方は発売日に届いて開封動画出したんですけど、こちらの Pro Max は夫用に買ったんですけど、予約争奪戦に敗れて発売日から少し遅れて届きました。では開封していきます。今回ブラックチタニウムの色を買いました。テープをちぎって、じゃあ開けます。バーバーバー、こちらがブラックチタニウムの色ですね。で、付属品に関しては、充電用の USB-C ケーブルと SIM カード取り出しピンのみとなっています。では本体、ペリペリ剥がして、詳しく見ていこうと思います。まずこの色なんですけども、ブラック買うの久々なんですけど、もうブラックだと、もう全部が黒で、このリンゴマークも黒いし、こういうカメラのリング部分も、台座も全部黒くなっていて、で、今回、前作の15 Pro シリーズに引き続き、チタニウムのマットな素材になってますので、背面も側面もマットな艶消しの黒っていう感じですね。16 Pro はデザートチタニウム買ったんですけど、デザートの方はちょっとピンクがかってるようなベージュっていう感じで、女性らしい印象を受けました。そしてどちらも背面側面ともにマットな質感ではあるんですけど、なんかブラックの方が側面の指紋が目立ちやすいっていう情報を見たんですけど、まあ今撮影してて多少手汗もあるような感じなんですけど、側面触った時にブラックの方がペタペタする感じしますね。指紋の感じもよく見ると、気になるかなっていう感じではあるかもしれないんですけど、14 Pro の時みたいなテカテカではないので、まあケースも付けますし、そこまで気にならないのかなと思いました。では電源つけていきます。データ移行のやり方に関しては、50分かけて詳しく説明した動画を上げときましたので、データ移行のやり方や注意点はこちらの動画をご覧ください。今日は開封動画なので移行なしで設定だけしちゃいますね。はい、設定できました。こちらの iPhone 16 Pro Max は 6.9 インチの大画面となっています。ちょっと手元にないんですけど、去年の15 Pro Max とか、今年の16のプラスモデルは 6.7 インチなので、これまでの iPhone の中で一番大きいディスプレイとなっています。こちらが16 Pro Max、で16 Pro、で去年の15 Pro ですね。15 Pro と16 Pro でもちょっとは大きくはなってるんですけど、まあ、そこまで違いは感じなくって、普通サイズとマックスサイズだとやはりこれだけ違うなぁとなって、で今回このベゼルって言って黒い縁の部分が16 Pro では細くなってますので、去年のモデルと比べるとこの黒縁の部分が細くなってますよね。16 Pro Max に関してはこういった大きい画面で縁が細いってなると、より縁の細さが際立って大画面に感じますよね。ウェブサイトを表示してみると、これだけ表示できる情報に違いがあります。文章だと表示されている行数が最後違ってるのと、まあ、こういった記事が並んでるところでも写真がこう表示できているところが違いますよね。16 Pro Max と16 Pro で動画見るときのサイズの違いはこんな感じです。続いてカメラコントロールです。
今回の iPhone16 シリーズにはカメラコントロールという機能が搭載されていて、この電源ボタンの下に新しくカメラコントロールっていうボタンがついていて、これを押すとカメラを起動することができて、もう一回押すと写真が撮れます。で、軽く半押しすると、ズームなどのコントロールを開くことができて、これでスライドさせて調整。で、2回軽く押して、ズームの他にも調整できる項目を選ぶことができます。こちらは iPhone16 シリーズ全機種に搭載されている機能で、16 Pro でしばらく触ってみたんですけど、主にカメラの起動で使う感じですかね。サッと押してカメラが起動できるので、すぐに立ち上げて撮影したい時なんかに便利です。あとはここの半押しして、ズームとかの調整に関しては、やはり慣れが必要で、私もまだちょっとそこまでスムーズに使いこなせていません。しかも今ちょっとプロマックスサイズで触ってみたところ、こちらの普通サイズの16 Pro だと、こうやって片手で持った時に、こうちょうど親指の位置に来るような場所にカメラコントロールボタンがあると感じるので、まあ、立ち上げる時とか、あとこういうズームとかも、まあ慣れればできそうかなと思えるんですけど、プロマックスサイズでやってみたら、なんか結構大きいからこうやって掴む感じ。で、それだと、こう、まあなんか思ったより下にあるなと感じました。なんかこのサイズの違いによってもカメラコントロールボタン押しやすい位置っていうのも違ってて、結構ここだと上の方に iPhone が来ちゃうから、この大きい iPhone を支えながらここを押すのはちょっとなんか自分的には手の体勢的に難しいかなと思いました。あとは使用するケースによっても使い心地が変わると思ってて、こちらの16 Pro Max 用に買ったのはこの Apple 純正のシリコンケースです。じゃあつけてみますね。このアップル純正のシリコンケースでは、ちょっともうなんか白い跡がついちゃったんですけど、カメラコントロールボタンのところが覆われていて、カメラコントロールとシームレスに連携、電動装を備えたサファイアキャップがケース上での指の動きを感知。ケースの上からでも押してみると、あれ、めっちゃ、あれあれちょっと硬く感じますね、ものすごく。で、あとはこういう軽く半押しして、スライドなんかの、あれ反応しませんね。すみません、今よく見たらケースがちょっとずれててちゃんとはまっていませんでした。失礼しました。これをちゃんとはめて、これであれば。うん。ちゃんと硬くなくって普通に押せて、このスライドもですね、ちゃんと反応しますね。うん。めちゃめちゃ反応します。何もない時かのように。で、こちらは16 Pro 用には他社製ケースを使ってて、ケースフェニットっていうメーカーのザ・フロストエアウルトラ。これ他社製ケースだと、ここが塞がってなくて穴になってるものが多いのかなと思います。まあ、こんな感じで、ここは穴になってて、実際使ってみたら、実は裸の時より、個人的には穴、ケースの方が使いやすいかなと思って、特に、こうやって半押しして、スライドで調整するときですね。この時に穴が開いてた方が、なんかこの穴の部分に指を這わせてレールみたいな感じですごい指が安定するので、穴の開いたケースをつけるともうスライドはすごいやりやすいなぁと思いました。続いてカメラコントロールの設定をご紹介します。
設定アプリを開いて、カメラを押します。カメラコントロールを押します。そうすると、ここの部分で、カメラコントロールボタンをクリックしたときに、どのアプリを開くのかっていうのを選択できます。で、インスタもできるようになってますね。インスタしてみると、じゃあこれでカメラコントロールボタン押してみます。そうすると、カメラとマイクへのアクセスを許可となるので、次へカメラへのアクセス許可します。で、マイクへのアクセス許可して、ちょっと一旦閉じちゃったね。もう一回。なんか、なぜか一回では起動しないみたいですね。はい、そうすると、インスタのカメラが開きますね。こんな感じで、ここで起動できるアプリがどんどん増えていったらいいですよね。あとはカメラの起動方法。最初の状態だと、一回クリックすると、もうカメラが起動するんですけど、もしなんか握っただけですぐ押しちゃうとか、誤作動してしまうっていう場合は、ダブルクリックにするとか、あとは押した時に何も開くアプリなしもできます。まあ、ただせっかくの機能なので、使った方がいいと思うので、こう一時的にオフにするとか、そういった使い方もいいかもしれません。で、このクリーンプレビューっていうやつなんですけど、この軽く押した時に、その間は、なんかもともとここにあった、カメラモードだったりとか、こういう情報が押してる間は消えます。これによって撮影の画面に集中できるっていうことではあるんですけど、場合によっては、こう今どの倍率なのかとか、どういう設定なのかっていうのをこう目視でさっと確認したい時もあるかもしれないので、設定ではもともとこれがオンになってる。つまり、クリーンプレビュー、何もないプレビューをする。情報が消えるっていうことなんですけど、他の要素が消えてほしくないっていう場合は、これをオフにすると、軽く押したとしても、周りの情報が消えずに表示されたままですね。ただ、私は結構この、比率を16対9とかにして横長で撮るときもあるんですけど、そうすると、結構この情報が被ってきて、なんか位置合わせとかがしづらい時あるんですよね。なので、このクリーンプレビューしとくと、こういう広く撮る時にも、こう全体が見れて、位置を合わせやすくなるので、撮影する状況によって情報が表示されない方がいい場合と、あった方がわかりやすい場合あるかもしれないので、この設定で切り替えられるっていうことは覚えておくといいかなと思います。そしてカメラコントロールの設定がもう一箇所あって、この画面戻って、アクセシビリティを押します。で、この中にカメラコントロールっていうのがありますね。で、ここでそもそもカメラコントロールをオフにしたりとか、軽く押した時の調整のスライダーを表示するかどうかだったり、軽く押す時の力強さ、軽めとか強め、あとは2回軽く押す時の速度も調整できるので、使いやすいように調整してみてください。ということで今回は iPhone 16 Pro Max を開封しました。この動画が参考になりましたら、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。それではありがとうございました。